最近は、ゲーミング流 MPC、つまり、Windows 搭載の携帯ゲーム機の戦国時代で、次々と新しいメーカーが出現し、天下取りに励んでいます。戦じゃ。AOK ゾーイも新しいメーカーで、我先にとハイエンドな CPU を搭載し、携帯ゲーム機としては、異次元のグラフィックで、ゲームを遊べるようになっていて、驚きました。どもども吉田です。アシスタントの J 太郎です。ハイエンドな CPU 気になる。今回は、AOK ゾーイさんに、試作機をお借りしたので、実際に使ってみた所感を、メインでお送りします。よろしくお願いします。ではこんな感じで進めていきます。AOK ゾーイ A1 Pro とは、AOK ゾーイ A1 Pro は、Windows を搭載した携帯ゲーム機で、強力な AMD Ryzen 77840U プロセッサーを搭載していて、最大 2TB の SSD ストレージと高速 LPDDR5X メモリ、8インチの WXGA1920×1200IPS ディスプレイで、高解像度大画面の映像体験が可能です。高い性能で画面も良いってことね。長時間使用可能な 65Wh バッテリーを搭載し、性能特化型の端末です。性能上がると消費電力も上がるもんね。カラーはクオンタムブルーとルナーホワイトの2種類。今回貸していただいたのはクオンタムブルーです。青か珍しいね。開封内容物。早速開封をしていきます。箱は非常にラグジュアリーなデザインで、レザーのような質感の黒に金属感のある AOK ゾーイの印字、特徴的な LED の形状が書かれています。高級感がすごい凝った箱だね。ではオープン。内容物は、説明書類、USB-C ケーブル、充電器、本体です。充電は付属のしか使えないの？ PD65W 以上であれば市販のものでも可能です。じゃあ持ってるやつ使えそうだわ。本体外観、最初に一応言っておくと、本端末はあくまで試作機なので、本動画内容とは変わる可能性があります。承知しました。まず外装について、質感はサラサラとしたマットな艶消し、上品な触り心地ではありますが、指紋が残る感じがあります。指紋が気になる。色については、クオンタムブルーという名称ではありますが、印象としてはほぼ黒です。青じゃないの？若干の青、そして紺色のボタンとの組み合わせで、言われれば青っぽいかな？と感じる程度、ブルーではなく、黒だと思っておいた方が良いかと。確かにパッと見は黒だね。画面側はこのようになっていて、基板のようなものがプリントされたデザイン、ABXY ボタンの配色と文字のグラフィック、LED ライトが特徴的です。ゲーミングって感じ。ボタンは基本的に馴染みの深い XBOX コントローラーの配置で、右側に、スタートボタン、ABXY ボタン、アナログスティック、キーボードボタン、AOK ゾーイプレイヤーセンターボタン。左側には、バックボタン、アナログスティック、十字キー、ホームボタン。なんか正面から見ると角張った印象があるね。背面のグリップ部分はしっかりと持てるように、アルゴリズミックデザインとなっています。また翼のようなファン吸気口のデザイン、金属製のスタンドがついているのも特徴的です。スタンドついてるのいいね。上側面には左から、LDLT ボタン、電源ボタン、ボリュームボタン、イヤホンジャック、USB-C、USB-A、ファン排気口、RDRT ボタン、下側面には USB-C、マイクロ SD スロットがあります。左右の側面には何もありません。スチームデックと比較してみるとこのようになります。並べてみると青っぽさがわかるね。サイズ感としては同等と感じます。横幅はスチームデックよりも小さいですが、画面部分の厚みはスチームデックよりも大きい。プロポーションは違うね。重量的には実測値で、AOK ゾーイ A1 Pro 730g、スチームデック 690g。結構重く感じるの？スチームデックよりも 40g 大きいですが、体感的には違いないと思います。操作感、厚みのあるグリップにより持ちやすく、しっかり握れて重量を感じにくい作りになっています。大事やね。ボタンは上の方にまとまっているのでバランスが良いです。上部にある ABXY ボタン、アナログスティックは指先で使い、下にあるアナログスティックと十字キーは、指の関節部分で操作するような感覚でしょうか。指がつりそうになる感じはなさそう。ボタンは大きめで、光沢感があるので指馴染みが良いですが、押し心地としては若干軽めです。軽いのか。アナログスティックはあまり見たことがない形状ではありますが、使い勝手としてはジョイコンのような雰囲気、サイズは同等。縁が出っ張っているデザインも同等です。平均的な感じかな。サイとしては、ホールセンサーが搭載されているので、勝手に入力されてしまうドリフトのような故障が、起きにくいのが特徴的です。ホールセンサーかなり多くなってきたね。十字キーも XBOX コントローラーライクな、面で押すものとなっていますが、押し心地は軽く、音も軽い、実感も弱く、リニアにぐるっと一周できてしまうので、どこを押しているのか正直わかりづらいです。まあでも十字キーはメニュー画面くらいでしか使わないし。他には、スタートボタン等のファンクションキーは固めで、音が大きいカチカチとなるものです。もうちょっとだけ静音してほしいね。ショルダーボタンはカーブが手に馴染む形状でよく、トリガーボタンは押し込みの大きさに対応するものとなっています。いわゆるトリガーボタンやね。
画面。本端末最大の特徴の一つだと感じるのがディスプレイです。ベゼル小さめで8インチの画面はかなり没入感があり、CPU も強いことからかなり大迫力なゲーム体験が可能です。確かにでかいね。中央比が16対9ではなく16対10なので、Steam Deckのサイズそのまま画面を大きくしたような印象なんですよね。Deckと同じアスペクト比なのか。とにかく画面がでかい。スピーカーもSteam Deckとまで入りませんが、なかなか奮闘していて良いと感じます。中音域大きめでしっかりと音量が出てダイナミックです。スピーカーが画面側についていて、指に干渉しない作りとなっているのもいいね。一応Steam Deckと比較しときます。はい、終わり。使用感、グラがえげつない、何度も言いますが、とにかくグラフィックがえげつなくて驚きました。え？これ本当にこの端末で動いてるの？って疑ってしまうほど、未来を感じる、まさに次世代って雰囲気の遊び心地です。確かに、ずっとプリレンダムービー見てるみたいだよね。最大 28W で遊べるので、レイトレトウの、ゲーミング PC でもハイエンドなものでなければ動かないような設定でない限り、大体のゲームは高画質設定で遊ぶことが可能です。力こそパワー。しかも冷却性能がかなり高く、28W で遊び続けてやっと温かいかな？くらいの発熱で、結構冷えています。冷たいくらい、それは言い過ぎや。本体の厚みがかなり大きい理由はここですね。個人的にハードは薄ければ薄いほど好きなんですが、ハイエンドを目指せば目指すほど切り離せない関係にあると実感しました。熱くなるのは仕方ないのか。遊べるゲーム、本端末は Windows 11が搭載されていて、Windows に対応しているゲームであれば基本的に何でも遊ぶことができます。何でも？派遣プラットフォームの Steam、無料配布が多いエピック、サブスクで遊び放題な Xbox と、遊ぶ選択肢はかなり多くあります。もっと入れて遊びたい。ただこの端末に限らず、CPU との相性やコントローラー設定など、細かなハードルがいくつもあるので、PC ゲームに慣れている、もしくは頑張って設定してでもやりたい意思を持つ必要があります。頑張ります。Steam アプリで Steam Deck ライブに。これ Steam Deck じゃん。最近、Steam の Big Picture モードはこのように、Steam Deck と同じレイアウトデザインになったので、あたかも Steam Deck のように使うことができます。Steam を経由した方がいいの？メリットとしては、基本的にボタンで操作できる、コントローラー設定が容易といった理由で私は好きです。柔軟に変更できるサイドバー、他にも AOK 増位純正のアプリ、1X コンソールがプリインストールされています。ゲームを一覧表示できるだけ、1X コンソールが起動した状態で右下のボタンを押すと、このようなサイドバーが立ち上がり、こちらから TDP、解像度などの変更が可能です。TDP って何？ TDP は簡単に言うとマシンパワー、消費電力のことで、数値を大きくすればより重たいゲームでも遊べて、数値を小さくすればバッテリー持ちを優先させることができるよ。なるほど、バッテリーはどのくらい持つの？ 28W で高解像度のゲームをぶん回すと1時間半くらいでバッテリーが切れますが、15W、20W くらいで普通に遊んでいれば2、3時間は持つ感じです。バッテリー持たせたいなら設定を下げるのが必須ってことか。グラフィックの設定で楽しめるのも PC ゲームの醍醐味だね。参考までに言うと、スイッチの携帯モードの消費電力は 8W だね。 8? キーボードボタンは必須。 Windows という性質上、どうしても随時キーボード操作が必要となってくるので、キーボードボタンは多用します。設定してるうちは別途キーボード持っておいた方が使いやすいかもね。インターフェースが豊富で良い。 USB-C が3つ、 USB-A が搭載されているので多様な使い方を想定できます。インターフェースの数的には非常にちょうど良いと感じます。あったら嬉しい、がある感じ。地味に便利なのが上下にある USB-C 端子、上からも下からも充電が可能です。スイッチとかもこの仕様にしてほしいね。モニター出力も可能なので、デスクトップ PC のような使い方も可能です。正直、ハードとして気になる点はいくつかありましたが、ここまでパワフルで大画面なゲーム機は初めて触ったので、性能特化型のまさに次世代機といった印象で興奮しました。より高い性能、より高いグラフィックと、それに見合うディスプレイは、これまで遊んできたゲームが別物のように感じるね。同じゲームタイトルでもハードを変えるだけで、違うゲーム体験として遊べるのは、PC ゲームの最大の醍醐味ですよね。最先端を体験できる良い使いでした。でもお高いんでしょう？現在インディーゴーゴーにて実施可能で、一番安いのがラム 32GB プラスストレージ 512GB モデルで、今なら驚きの799ドルです。11万くらいか。インディーゴーゴーの締め切りは30日までなので、少しでも安く手に入れたい方は今すぐチェック。国内保証が欲しい方は代理店を待とう。円安プレイ。だいぶ急いでレビューを作ったので、今日はこんなところで。どうして急いでるの？ハイラルに戻らないといけないからさ。おい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 。